今はちょっと珍しく人生で初めて自粛されてるんですね。そうそう。この,らこの2年間ぐらい、2年間の間は。あ今はちょっと珍しく人生で初めてうん人生で初めてってこともないけど、<laughs> まあ社会人になってからは確かに珍しいよね。そうねこれだけ。 引きこもってられるったのはありがたいっちゅうか。<laughs> うん、何されてるんですかえー、だから、まあ、とはいえ、なんか、その仕事は、それぞれの、はい、例えば、その静岡に人をしても福井にしても、やりとりは。<laughs> あるはあるんです。うん、あるんで、まあ、それのやりとりと、 あとは本を出すって言って、はい、一応原稿は書き終えたんだけど、それのまあ最後の構成にちょっと手間取ってる。はいはい、ほうほうほう。あ、でもまた本を出されるんです、ね。うん、そうです。<laughs> で、本当は年内に出るはずなんだけど、この意気込みだと、意気込みじゃないか。<laughs> この携帯ぶりだとちょっと怪しい。 じゃあね来年ぐらいまでうんなるかもしれないしねまあでも頑張りましょうはい、えー、あとは読書ですねあもうその山積みの本を週に1回ぐらいは図書館に行ってるのであ,あそうですかうん図書館で 今まで図書館なんか行く暇なかったから。はははでも最近図書館っていうのはあれ便利なものだ。ただだからね。そうですね入場無料。えー、しかも貸してくれる <laughs> 高価な本を。ありがたいね。そうですね僕,、えー、僕の家の近所の大阪府立図書館っていうところが。うんなんか ほんまかわかんないですけど、蔵書が日本一って書いてある。ああ、あの、なに、中野島の中野島じゃないんですじゃなあ東大阪。はい。なんか、地下に蔵があって、そ、なんか、検索したら、そ、そこからもこう、出してくれるような。すごいね。すごいね。はい。図書館ありがたいわ。そうですね。あ、じゃあ、そろそろ。 はいあれですね、<laughs> もう半分始まってるような感じでしたけど <laughs> えと、はい、じゃあやりましょうか。まもなく、はい、では、えーえと、本日はアートネットワークコ,リコレクティブ。 がアートにまつわる人による対談企画を始めます。記念すべき第1弾はカテオ加藤種男さんと小竹マンによるオンラインアート対談です。すごいね、うん。はい。それでは、お二方よろしくお願いします。お二方ってここです。<laughs> どうぞ。<laughs> はい。まずは。そうですね。今日本日、えー、と大体まあ対談。 ここだけもあと加藤種也さんがさせていただいて、で、まあ、後半、皆さんでこうディスカッション、アートにまつわる方が、ちょっとズームで参加してくださってるので、大体、うん、いい30分後ぐらいからディスカッションができたらと思っております。はい。じゃあ、どうしましょうかね。ちょっと、あの、えー、っと、事前に用意させていただいた、えー、うん お互い自己紹介を軽く3分ほど、どうぞ。おたけマンからどうぞ。そうか、はい。ちょっとこれ。何の世界的アーティストじゃあ、僕から、おたけマンです。どうぞ。これ、点画面にしたら共有されてるのかな。これされてます画面共有。うん、なんかあるね。おたけマンって書いてますか。うん、書いてる。 えっと、僕は小竹マンと申しまして、えっ、ー、と、芸術家をやっております。すごいね。はい。これはなんか僕が、えっ、ー、と、10年以上前から一軒家を、まあ僕が生ま,生まれ、育ったい実家を丸ごと3階建てを作品にするっていう作品をし10年以上前からしてて、まだ完成してないんですけど、ここは元台所で、こういうのが、うん、なんか6部屋ぐらいあるっていう作品をずっと 作り続けたりしております。おえね天才的だね。何話のなんとかやとかよう言われます。<laughs> うん、あとこれはえっ、ー、と大阪の通天閣がある新世界という町で、うん、これも十年ぐらい前から、うん、えっとセルフ祭りというお祭りをやっておりまして、はい、今年で十年目になるんですけど、十年経ってたくさんこういう変な人が集まってくる。うん。 なんかよく記載と紹介される、最近はされるようなものを10年やっております。えー、あとですね、これは僕が今、えっと、長野県の北アルプス国際芸術祭という、ほんま去年やられる予定だったんですけれど、うん、今年の10月から10月に延期に変更になりまして、えー、でそれに今土を使った作品を作ってまして。うん、うん 今ここも長野県のその大町市に滞在して大町市から僕今参加させていただいております。これは北川さんがされてるやつですね。やって、なんていうのかディレクションか。されてるやつですね。そういうところ選ばれるっていうのはすごいね。すごいアーティストだね。 今回はシンプルなんで行きなさいって言われますし、シンプルにしてます。いつもごちゃごちゃいろいろ作って<ー>しまうんですけど。<ー>はい、なんかまあ、なんかもう自分なんて紹介この、これから、今後これから絵を描くんですよ、この壁に。ああ、なるほど。だから一応画家と思ってるんですけど、なんかいろんなことしてて、説明がめんどくさいから、うん、最近は芸術家って名乗らさせてもらって。いや、芸術家ですよ、これは。 だから建築を自らやってそこに絵を描いてそん芸術、うんはい、素晴らしいね羽生さんのご紹介を、えー、お願いしてもよろしいですかああ,あのー、最近は、はい、まあ相変わらず半隠居は半隠居なんですけど隠、はいえー、居半ばで でも多少仕事は、えー、やっていて今一番、はいえー、主たる仕事は静岡県と福井県なんですね<う>、えー、どちらも中部地方でしょ日本のど真ん中、はいえー、今はもうあの星本流の王道を行く、えー、クリエイティブディレクターとして知られるようになってきてるわけですね だから中部地方で静岡のこれはあのあ静岡ではアーツカウンセルっていうのを作っていただいて、はい、まあそこのお手伝いをしてるんですけどはい、はい、でそこで応援してる、えー、無人駅の,お<ー>あの芸術祭う鉄道の沿線の無人駅ばっかりわざわざ選んでその駅およびその周辺 <laughs> でまあいろんなことやるというこれはあのお茶の産地なので茶畑の上にこういう台をアーティストが作られてでその上でただのんびりのんびりしてるという <laughs> のんびりアート無人駅でって面白いですねああ面白いね大井川鉄道という あの大井川に沿った鉄道があるんですけどそこの無人駅をあの使っておられますねこれは非常によくできてますあのいいプロジェクトで基本的に残るものが多いんですかいや残らないです、ね、残るものもあるけどはいこんなん残っても面白そうですよ、ね、面白いですねこれはねなかなかいい眺めでだから茶畑を上から眺めるっていうのねごめんなさい でもう一つ、これは、えっと、藤の山ビエンナーレという、やっぱりアートプロジェクト、芸術祭みたいなのをやっておられるんですけど、<laughs> そこで伺った、あの、えー、富士山の麓のう神社の、なんていうんです池ですね。これがね、すごい量の湧き水が湧いてくるんですね。えーえー、でも、この湧き水に感動しちゃって、 あともう見てこなくはなかったんですよ見て、一応感動したんですけど、はい、あのそれ以上,いや以上って怒られるのは、やっぱりあのそれと同じぐらい。<笑><笑><の>これは作品ではなくて、うもう普通に自然の。そうです。<ー>湧き水がね、ねすごいです、毎秒何トンだかっていう湧き水が。 富士山はやっぱりすごいね、偉大な富士山で、ですから。静岡県の雪解け湖みたいな、うん。そうですね。それは地下に溜まってるわけです。<お>50年も100年も200年も。で、それが少しずつ湧いてくるわけですね。うん、ということは、静岡県っていうのは、うん、湧き水文化の地域だっていうことが、これでわかりましたね。で、うん ええ、まああのいずれにしてもそんなのいろいろとあの,あのおじゃえ応援してるんだか邪魔してるんだか分かんないですけど <laughs> あの応援してるという立場を公的には取っております。<laughs> はいからもう一つはこれはあの福井県なんですけど福井県もいろんな活動をやっておられるんですがここはちょっと古いもので一条谷朝倉遺跡 えー、信長によって滅ぼされた朝倉氏の、うん、あのが居住していた<ー>あの町なんですね、えー。両側こういうちょっとした山に囲まれた細いあの地面土地なんですけど細長い土地で5キロぐらいある細い土地で両側山に囲まれてるのであの、えー、と端,端っこを あの入り口と出口をきちんと防備してしまうと非常に安全だというあの防備しやすい土地柄なんですね。でそういう意味で非常に中世の、えー、武,士武士の住んでいた、えー、町ですよね一つの町ですね。町がそそのままそっくりほぼ あの残っていたというわけです。全部あのもちろん地上には何もなくてあの、田んぼの下にあったんですけど、それが発掘されて、あの今一部あの、元あった建物などを復元、えー、して、そのプロジェクトにも関わられてるいやいや、これはあの単に見て見に来る。だけで 何もしてないんですね。<laughs> <laughs> それでなんかもうちょっとこうした方がいいんじゃないのとかっていうまあ余計なことを言ってるわけです。ああ、なるほど。だからその、えー、クリエイティブディレクターとしていろいろアドバイスを <laughs> されたりとか。いやいやうん、まあ,あの、公的にはアドバイスということになってるんですけど、まあ大体邪魔してるんでしょうね。はい。 なんかえー、とこれ、まあ、YouTube でも配信してるんですけど、はい、えと僕みたいなようわからん人間と加藤種男さんのような方がこうなん、なんで知ってる、知り合ってるのかというのを<ー>説明させていただくと、えー、とた種男さんが、えー、と立ち上げられたアサヒアートフェスティバルという、アサヒの会社に所属されてたんですよね。 あれは何て説明したいんでしょう、全国のアートプロジェクトをしている団体が年、ねうん、1一回集まって、うん、こう交流をするみたいな、うん、そういうのを、ね、15年されてたんですかね。うん、16回やりましたか。僕がこんなセルフ祭りみたいな、<laughs> こんなアートと呼べるか分からんものを、でも一応ラスト、うん、年16年目のラスト3年ぐらいは。 参加させていただでまあそのあ朝日アートフェスブルはなくなったんですけどその後もなんかこう継続してちょ,ちょっとこう何かしら誰かが集まるの場所を提供して集まってみたいなのがそのままこう残っているような状態でそれで今でもそのまま繋がっててアートネットワークみたいなこう、うん、名前で。 活動してるとは言い難いんですけど、なんかこう、ずっと交流を持ち続けてる状況があって、うん、まあ、種尾さんのおかげで、たくさんの人が交流を持ち続けさせていただいてるみたいな、そんな感じなんですけれど。うん、えっと、何のお話しましょうか、今日。何ですかね。<laughs> まあ、アート、アート団ー,ーって書いてましたから。そう、聞きたかったのが、<ー>もう、まあ、僕がフェルフマーズやってるとか、<laughs> そんなことよりも、えっ、えと、まあ、アート、 うずっと僕よりもはるか長いこと日本のアートを見てこられて、うんうん、こういう、えー、と企業メセナっていうんですかそういうこととかもされたりとか、うん、いろんなプロジェクトをされて、まあ、歴史をたくさん見てこられて、うん、その昔からと <laughs>、えー、今と。 なた未来どうあるべきかみたいななんかそんなお話を聞きたいなとちょっと今思ったんですけれど、うん、なんかどう変化がありましたかここのなんかもうすごい変わってきたって思いますよね大体、うん、あの、うん、小竹ンが大体そういうアートプロジェクト芸術祭にまあ呼ばれるということ自体が、はい、<laughs> そうですねあの 昔だったら、まあ、考えられなくはないけども、まあうん、絵を描いてますとかいうその絵が評価されてあの呼ばれるってことはありえたと思いますけど、まあ、今は別に小竹馬は絵が優れてないって言いたいわけじゃないけどあの優れてるかどうかって絵に優れた人なんて山といるじゃないですか。絵を描くとかいうアート活動を じゃない活動が評価されるようになってきたんですよね。<laughs> だからあのセルフ祭りの方がどっちかというと小竹ンの,あの家作ってあの壁作ってあそこに絵描きますということより、まあ、どっちかというとあの評価されやすい時代に <laughs> 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 なってしまう。僕もあ,あこ,こに集まる人もみんなアートという自覚がないよ。 なことを知るんやけど、うん、それが逆にハートという効 <laughs> <う>果をそういうことにだんだんなってきてると思うんですね。<laughs> この間あのえっとたまたま中学生に特別授業をやってくれって言われて、三十人の中学生でを相手に、はい、あのオンライン結局は結果的にオンラインでなったんですけど、はい、そこであの えー、中学生の表現活動を見せて逆にもらってねこっちが授業するんじゃなくて見せてもらったのと、はいはい、でそれを一つ一つ感心するのが、まあ、役割老人の役割みたいな、うん、それで感心したんですけど、はい、まあそれとともにそのアートって大昔どうだったんだろうみたいなのちょっとあのつまりアート というものがどうやって発生してきたかを、うん、あの示したいって言って、ちょっとサンプルを示したんですね、はい、まこんな風にしておきたんだろうっていうはい、はいで。それは何かっていうと、アルタミラの壁画が、まあ、今日現存する一番最古のアート、最近はもうちょっと他にもいろいろ壁画、その他見つかってますから。えとフランスの壁画。そうですね スペインかなフランスかなよく知らないけど <laughs> そのよく知りもしないで言ってる話なんだけど <laughs> でもその,あのアルタミラーの壁画に代表されるような、まあ、壁画みたいなうん、うん、つまり人,人類の一番最初に作ったアートは絵画だったんじゃないかっていうわけねうん、うん、まああるいはオブジェなんか物を作ったかもしれない石を砕いてね なんかかししたかもしれないで,でもそういうのはあの物だから残ったんで実はあの、えー、アルタミラの壁画の前でね人間がどういうことをしたかっていうと、うん、あれは多分、まあ、説は2つあるんですけどあの1つはこれから狩りがうまくいくようにね舌とか牛とか貝いてねでこれが今日取れますようにとか明日から これを取りに行くの何としても取れますよっていうそういう祈りとあるいはそうした動物を神様として崇めたんだという話と2つあるんですけど <laughs> 私はそれ両方一緒のことだと思ってるんですねつまり崇めつつあの我々が生きていくための命としていただいたっていう、ね、でどっちにしてもまあ狩猟がうまくいくようにね狩りがねあの <laughs> あの絵を描いたんですけど、絵だけ描いたわけがないと思ってるわけです。まあそうで、すよね,ねでその前であの、狩猟のシミュレーションをいろいろやったの、ね、うんでね、うん、こう、やり持っていったかなんかわかんないけど、うんうん、やり持ってこ、こうね、どうやって投げるかとかね、どうやったら取れるかとかね。で追っかけてるうちに あの崖から落ちて怪我したり死んだりとかね、そういうことが今までに何度もあったから、みんなその慎重に何度も練習、シミュレーションしていかないと危なくてしょうがない、ね、なので、まあ、それをしたんだろうで、そうすると、当然お祈りもしたかもしれないけれども、まあ、歌を歌ってねあの、踊りを踊った。で、クロマニオン人なんですね、あの歌見らない。 クロマニオン人の言葉がよくわからないので、はいはい、あのー、えー、クロマニオン人語でどう言ったかわからないから、まあ、とりあえず日本語に僕は翻訳して、はい。それで鹿を取りに行くための鹿の踊りね。鹿をとはい。鹿、鹿、ヒューヒュー、鹿、鹿、<laughs> 鹿ヒューヒュー <laughs> ってこうやってね、踊って、 絵もも描いたたたしし踊ったし歌も歌っ歌歌そうやってつまりアートは複合的に最初から極めて複合的に、うんあのー、起きてきたんじゃないかというふうに、あのー、思ってでそれを皆さんに示して中学生が呆れてましたけどね <laughs> <laughs> このおじいちゃん何をやってんのみたいな、うん、でもうまあそういうふうにして あの複合的だったったていうこと、ね、一つ言,言語とか踊りは残るもんじゃないから残念ながらあのどういうもんだったかよく分かんない、うん、でも私は見てきたようにしかしかヒューヒューってやったんだというふうに、うん、言ってるわけ、うん、それででもそういうふうに複合的だったということが一つともう一つはあのー、えー セルフ祭りって言ってるでしょ小竹馬の,のところね、はい、セルフねみんな自分がこれでいけると思ったものは、はい、みんなお祭りに参加できるよっていう、はい、まあその意味でセルフで間違いないんだけど、はい、ある意味で、あのー、セルフじゃないのね、はいあのー、お祭りっていうのは,はい、はい、あれは共同体のもので。はい あの一人一人の意向とかそれも全く無視するわけじゃないけどもっと重要なのはあのみんなの意見なんですね。<laughs> あるいはみんなの意見っていうか思いっていうかまあそういうその,あの、えー、まあそんなところが <laughs> あったんですよね。でしたがってアートの発足芸術の スタートは、ねうん、共同体的なものだったんです個人の表現ではなくて、うんえー、人々その、まあ、どういう共同体かはいろんな場合があると思うんですけど何人かの人々が一緒に生活をしているあるいは一緒に狩りに行く、うん、まあそうした共同体の中で誕生していった。 もので,で個人の思いを、ね、表現する謎という不届きなことを言うようになったのはね、僕らみたいなこと、ねそうそうええ。もちろんそれ以前にも全くないわけじゃないんで、個人の思いが <laughs> あのないってことはないんだけれども、そんな個人の思いよりももっと共同体全体の、ね、思いの方がはるかに重要だった。<laughs> で、それの代表選手がまあ、 複合的でもあり共同体的でもあるという意味でまあ祭りっていうのがまあちょっと代表選手かなと思ってそれで朝日アートフェスティバルというあのフェスティバルねまあつまり祭りっていう言葉を使ったのはあのその時そう思ってたわけじゃないけど結果的にはまあそういうことだったんだ,だからまあできるだけ複合的にしたいということとまあできるだけあの 昔の共同体は今や存在しない、あるいは存在していても、もう相当形骸化しているから、うん、新しい何かコミュニティみたいなものが、うん、まあ作られなくちゃならないから、うん、あ,のあくまで、あのあのなんていうんですか、あのえー もともとあった共同体という意味では必ずしもないけれどもまあ何らかの形で人と人がえ物事を一緒にやっていくというかそのえなんかお互いに何かを考え合ってまあ物を作っていくというかっていうそのコミュニティ的な生産活動みたいなのが。 うんまあ多分これからのアートには非常に必要になってきてなんか僕がセルフ祭りというのを10年前にさせてもらいましてうん、うん、まあそれは1回目は要はただ単にパフォーマーとかを集めて商店街に詰め込んで好き勝手やっていいよって,って騒いだだけなんですだからまあ言うたらもう祭りの本質みたいなものはなくただただみんながやりたいことをやるみたいなものをやったんですけどやっぱりね 5年とか続けていったらこう、祭りについて結構考えることが <laughs> やっぱりなってしまうんですね。競争誕生みたいなもんで。で、こう、祭りについてる語源とかいろいろ調べてたら、ある一節があって、えっ、ー、と、まあ、基本祭りって神様を、が降りてくる行為を、か待つってあの、あの、何々を待つっていう、その待つから、うんうん 祭りっていう言葉になったみたいな説があるんですけど、うん、でえっ、ー、と、正の祭り、道の祭りがあって、正の祭りは、えっ、ー、とおな、要は儀式のようなことをして、静かにこう、やることによって神様があいつら何しょんねやろうって言って覗いて降りてくるのを、ま、待っていて、道の祭りはわしをわしを置いて騒いで、お面白もそうやんけって神様が来て、 あの来るのを待っているみたいな、なんかそういう、その神を待つっていう行為から祭りっていうものが生まれたみたいな言葉がありまして、僕はそれを聞いて、まあ、ちゃんと祭りに向き合わなあかんなと思って、いろいろこう、調べたり、あと、まあ、例えば今、日本の残ってる祭りとかで、まあ、僕が今住んでる東大阪っていうのは、集合祭って言って、まあ、秋の えと実りを祝う祭りみたいな感じの名前なんですけど、うん、そもそももう田植えをやってる人が全くいなくて、うん、<laughs> けど名前はそれはまま残っているみたいな、うん、だから僕がこう地雷歴とかいろいろ調べたんです新世界の歴史とかも、うん、けどそこで無理やり神様を作ってもあんまり意味ないなって って思ったんです。うん、で、商売繁盛の神様やってても、そもそもセルフ祭り集まってる人間が新世界で商売してる人間じゃなかったりするので、だか、うん、これはどうやって神様を作るべきなんかな？と思ったら僕はなんか歴史やと思ったんです。うん、ただ、単に人が集まってコミュ。ニティを作ってというかコミュニケーションを取っていて、それが20年50年100年続けばたくさん人が死んで。 人が生まれるなと思ってなんかそこに何か神が宿るじゃないですけれど、うん、なんかそういうものなのかなっていうかだから普段アホなやつがいつもしょうもないパフォーマンスをしてるけど、うん、そいつがコロッと死んでくれたら多分誰かが引きついてそのパフォーマンスをするみたいななんかそこに神が宿るような気がしてそれがなんか祭りの本質な気もしますし、うん、それこで生まれたものが、まあ、なんか残るアートというかなんかそのような 感覚まあそのえー、っと今やってることはつまりまあいろいろな実験なのでどういうものが正しいかとかいうそういう正解はおそらくないんだけれどもいろいろなことをだから試して。 だからセルフ祭りっていうのは極めて自己矛盾に満ち満ちた表現なんだけどあの言葉としてはねでもそこがあの大変あの興味深い点でむしろそうしたあの矛盾を抱えて、まあ、実験っていうのが始まるわけですよねであとはあの常に想像ですから あの今までになかったものを人間は想像するなんてことは実はそんなに簡単にはできないんで、うん、あのりものをいろいろと活用しながらあのりものをちょっとずつ変形したり組み合わせたりあの全く違うものを合わせたり、まあ、そこをあるいは見方を変えたりしてあの文脈を変えてみたりしてそれでそこに新しい表現活動を。 想像していくわけなんでしょうけど、まあ、そういう意味ではあのいろんな実験なんですよね、うん、でもあのえっ、ー、とセルフ祭りにしてもあの小竹マンのやってるあのわざわざ何の役にも立たないあの壁をわざわざ作ってみてんでそこにあの壁画を描くのねあの だからそれで世の中どういうふうに潤うかよくわからないんだけど <laughs> あのしかしあれも生産活動であることは間違いないんですよね。あの何かを生み出していく素材はそこにある土とか竹とかあの木とかそうしたものを素材にしていくうんだけれども、まあ、あの生産活動なんですよね。 で物,物かことかは分からないんだけど、はい、まあセリフ祭りはどちらかというととを作るということにウエートが置かれていて、はい、絵を描くっていうのはまあ一種の物のを作り出すっていうことに、はい、あのウエートが置かれてると思うんですけど、はい、あのどっちにしても何かをこう作り出す生産していくでそこは非常に重要で,、はい、でそのところが近年あの アートが極めて個人的なものだと思われたのともう一つあの、えー、消費だというふうに錯覚されたところがあるんですね。アートは消費活動なんだと消費なんだと。まあ、別にそういうふうに定義づけてるわけじゃないんだけどあの私今だから2つの県の えー、文化活動に携わっているとそれぞれの県は文化施設を持っておられるわけですね。で文化施設でやってることっていうのはあのー、生産も全くやってないわけじゃないけど静岡県は珍しく、あのー、スパックっていう劇団を持っているので、あのー、そこで芝居を作ってるんですね文化施設でなんとそれ画期的なんです。でもそんなのはめったになくて大抵は公演やるだけですそこでね。 あるいはビーの方で言うと展覧会やるだけ。絵描くのはどこかで描いてくるわけ。コタクエマみたいにわざわざ現場行ってね、あの壁をわざわざ作ってね、バカみたいに、<laughs> そ,のそこに絵を描こうなんていうのは普通ないわけにどこかで描いた絵を持ってきて、そこへをあの美術館なりに置く、あるいはコンサートホールも劇場もそうですけど、そこを消費の場だと思ってるわけです。<laughs> だから あの、なんか入場者の少ないとか赤字だとかいう発想が生まれちゃうのね。消費世界。で、今みたいにコロナになるとあの密になるからイベントはなるべく控えろとか。 あのやっちゃいけないとか入場者半分に制限しろとか、まあ、いろいろなことが出てくる、うん、それは消費構造に上と大きすぎた、うんえー、文化芸術芸術とか文化とかアートとかっていうものは消費だというふうに、まあ、錯覚されたことが大きな課題ですね、うん、でしたがってあの、えー、3つの錯覚をだから今日は 説明してるんですけど、一つは、アートは極めて個々個別の細分化された、ジャンルに細分化されていたという錯覚を持っている。つまり、絵なら絵、絵とまさか歌と、あのアルタミラの壁画と、しかしかヒューヒューが結びついてると普通考えないでしょでも、それはそうなんだ。あれを見たら、そのしかしかヒューヒューを、 連想しないようではそれはアートを見たことにならないっていうぐらいその複合的なものだったそれをあの細分化されたジャンルに細分化されたものだと理解してしまった2つ目は極めて共同体的な表現活動個人的な表現だと錯覚してしまったで3つ目は本来生産構造が結びついてないとダメなのに消費構造にだけ 芸術文化の価値はあると思っっちゃった、ね、だから来場者が何人来たとか年間で10万人もここ入るんですよとか2万人しか来てくれないんだとかまあそういうことが話題になるそれは消費構造のことを言ってるから。<laughs> でそういう意味でこの3つの錯覚をどういうふうにして変えていくかっていうことを小竹馬はやっぱりさすがに優れたアーティストだからあのー セルフ祭りというあの <laughs> 実験を始めたわけですで。それはやっぱりヒットしたわけよ。ま、うんえー、っとうなアート業界の人から誰も注目してくれないけれども、<laughs> <laughs> 残念ながら、なんでまっとうな、ね、アート業界が注目しないかって言って、それ簡単でね、今言った3つの錯覚にとらわれすぎてるからです <laughs> で。そのどれにも当てはまらないですあのセルフ祭りは ジャンル何って言われたら困っちゃうなん、うん、<laughs> だかよく分かんない。<laughs> そこに、えーとまあ、お消費ということはお金というものが、えー、とそれで商売をする人たちがこう密にやっているので、もう余計ガチガチにそのルールで固まってしまっている。なんかその個別細分化っていう話を聞いて思ったんですけど、僕ちょっと前に話聞いた話があって、えっ、ー、と 例えば奈良時代の大仏を作るとか言ったら、うん、えと仏像の作る人たちが、うん、えと例えば、えー、まあ基礎を作って側を作って流し込んで絵付けして、うん、ある人は右手を作って、うん、ある人は左を作ってある人は顔を作ってっていう、まあ、そうやって作ってたらしいんですけどその時代は、えー、とローテーション性やったんですって。うん 今回、田中が頭で山下絵付けだ言って、うん、でも次の仏像は今度、じゃあもう田中があの基礎作りやとかっ、うん、とその全部の作業を全員ができるようになるチームがあって、うん、それをローテーションで回していって、全員が全部ができるようにしてる。ただ、えー、とどん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 細分化されて、えー、となんかもう一体作って、 例えば僕昔バイトでお金集めようと思って、車工場になんかバイトしたことあるんですけど、ひたすら扉の内側のある部分だけスプレー塗るっていう作業を1日300台するっていうのをやったことあるんですけど、一体これ僕は何の仕事してんのやろうって誰も分かってない状態でやってる。それがもう何万人規模で車を細分化細分化して作ってるみたいな。なんかその 細分化しすぎてなんかその何もできないものになっていっているのかなみたいな、うん、それがアートにもやっぱりなっていっているのかなとかはすごい思いますね。ええ、うんね、全くその通りだと思います。ええ、うんね、だからあのチャップリンがあの予言した歯車の部分にしかなってないんだという現代社会はあのそのことが アートの世界にも、まあ、いや,やってきてしまった<ー>、ね、それで全部あのデジタルであの分析することができて全てのアクションを行いデジタル化してでそれを組み合わせればあの音楽もできれば絵画もできるっていうまあそういう時代になってきてしまったけど。 うんまあ、そういうのはあのやりたい人に任せてもいい。んかわかりました。<laughs> なんか僕最近ずっとずっとっ、かここ10年ぐらい、なんでこんな僕は個人、一軒家を10年かけて作品してるようなやつが、うん、なんでこんなこの祭りをやったり、人と一緒に何か、このアートプロジェクトを全国でやってる人が集まる団体を作ろうって、そういう動きに参加してるのは何かなというのは。うん 多分その10年も自分のためだけの作品作って答えがなかったかな、うん、<laughs> というか答えはここにないなって思ってまがキュの行為をしているのような気もしてきましたね。あ、そう。タネオさんなんか全然話変わるんですけど 2>,、はい、えと2年ぐらい前に僕福島県でお会いさせてもらった、はい、福島はいえっとなんか散歩した時に<ー>タネオさん最近何がすごい興味あるんですかって聞いたら、うん こなんかもう、世の中から忘れられたような孤島に興味があるっておっしゃられたんですよ。うん、あの、<人>要は五島列島であったりとかも行かれてるじゃないですか。<ー>そういうなんかもう、ちっちゃい島にすごく興味があるっておっしゃられてるんですけど、あれはどういう理由なんですかね。えっと、えー、っと、あの、今回のコロナでね。はい。 あの都会はもうだめっていうのはみんなによく分かったじゃないですか。そうですね、だからあの潜在的に。のの前の話やったともちろんそうなんだけど、はい、あのみんなあの夢を持ってね、はい、今から半世紀ぐらい前に、ね、夢も持たないんで来た人もいっぱいいるんだけど、まあ夢を持ったり、夢を持たずに、田舎からね、みんな都会に出てきたわけですよ。でこのの半世紀の動きはずっとそういうい あの動きだったわけですよねで一極集中とか、まあ、大都会にまあ人間が集中してしまったでもそれはいずれ限界が来ると思っててでそのその逆を今度はやらなくちゃいけないで逆の一番の筆頭は過疎地とか離島とか、まあ、そういうところが逆の筆頭地ですから、まあ、そういうところの豊かさ 本来どれほどそういう世界が豊かだったかということをもう一回思い返して、その豊かさを発掘して、同じようなことはできないかもしれないけど、なるべくその完全に復活はできないにしても、その中から今日でも使える資源というものを探し出して、それで離島やら 過疎地をもう1回復興していけば、おそらく都会で行き詰まった人たちが離島や過疎地に移住していくだろうというふうに考えたわけです。それでもちろんそのあの今6人に1人だか7人に1人だかあの子供たちが貧困な状態に放置されているとい言われている時代ですから、あのそう簡単に全ての都会の問題が都市の問題が直ちにそんなことで 簡単に解決するわけじゃないけれども、しかし少なくとも、そうした、その、貧困候補になる手前に早く気がついて、あの、移住作戦をとって助かる人もきっと出てくるだろうなと。<laughs> でまあ、都会、残された都会の問題都会の問題でやっぱり考えていかなくちゃいけないんで、で、それはだからセリフ祭りとか、あの、あの、ココロームとか、まあそういうところに、あの、あるいは、 あの影山鶴さんのところのようなところにいろいろまだまだこれから頑張ってもらうにはいかないですけど残されて都会人のためにもあの戦ってもらうにはいかんだけどまあそれと同時にもう一つはその過疎離島の再発見みたいなことが多分非常に重要になってくるだろうと思っていてなのであの離島こそ。 宝の島みたいにこう思ってるわけですようん、えー、だからんかアートというよりももう社会というかそういう目線で言うとそういうものに何かその時おっしゃられてたのがそんな離島で人も少ないところやのにいま、うん、だにギリギリ残ってるような祭りとか、うん、そういうもの文化にすごく興味があるみたいなことをおっしゃられてたのは、うん、そこで残ってるというものになんかこう えとそんなところでいまだに残って滅びず残ってるものに何かこう答えがあるというかヒントがあるような気がするみたいな感じ。まあそうなんですけどでもそのことをあの何ていうんですかか労ろうじて残っているとか、うん、あのいうようなイメージではなく、うん、実に豊かに残っているみたいな例えば、うん、あのえー、っと うん沖縄のタラマ島に「八月踊り」って「法然踊り」っていう、えー、旧暦ですから新暦でいうと9月に実施される踊りがあるんですけど3日間朝から晩までずっといろんな出し物が演じられるんですけどそれはもうすごい豊かなあのお祭りでもう本当に面白いお祭り。あのえー そういうものがあってでそういうのってあのあの本来あの関係者以外は誰も別に見に行くものじゃないから見に行かないんだけど、まあ、最近は少し知られるようになって見に行く人もいるんですけど海外からも見に行きますけどあのそうしたその豊かな祭りあるいは豊かなイメージっていうのをあのもう一回 再復活できなないか発見できないかなっていうかあのそのことを再評価できないかなということをすごく思っていて、うん、でずっと五島列島に行き始めたおかげであの潜伏キリシタンのことがものすごく知る機会もあり、えーとうん、まさにあのその隠れキリシタンの末裔に。 お目にかかって話を聞く機会もあって、まあ非常にありがたかったんですけど。<お>で、そこで、あの、えっと、これまでの常識というか、一般的によく説明されてるのは、弾圧を避けて、あんな田舎の島へ仕方なく移り住んで空約を合わずで苦労したっていう、こういうストーリーが描かれてるんだけど、それはあの、潜伏キリスタンを研究された方が全く史実に反するということを言っておられる。 うんうん、でそれはあのー、先端的な島だから、はい、文化の一番中心地だったっ大<ー>陸との接点もあるし<ー>そうしたその文化の中心地、えー、それが流れ流れてこの京都とかの、えー、こっちの方へ来るわけじゃないですかうん、うん、で一番最初に入ってくるのは五島列島から、あのー、九州の島々へ。 に入ってくるわけそういう意味で文化の最先端地だし大体水運業が海運業ね船で物事を運んだ時代に <laughs> 非常に豊かだった <laughs> それからさらに捕鯨がものすごい盛んだったんです <laughs> クジラ一頭七浦潤すって言われるんですけど <laughs> 一頭クジラ取れると七つの村々がもう飲めや歌いの大騒ぎというぐらい 豊かに生活できる状態だった。うん、ただ、捕鯨も盛ん漁業も盛ん、えー、交易も盛んあのだからあの、えー、潜伏キリストンたちがあの苦労せずそこであの生活するしていけたって比較的豊かに、うんうん、まあ少なくとも、えー、日本の他のあの農村地域と別に遜色のないあの暮らしをしていた。 見方によってははるかに豊かな生活をしてたっていうふうに言われていてそれはあの研究者がそういうふうにあの解き起こしてますけど。ということは丁寧に見ていくとあのそうした過疎地とか今離島とか言われてる時にこそもしかすると豊かな生活の可能性があったんではないかと。 アートで復活していけばあの非常にチャンスがあるむっちゃ面白いですよあの東京であのアートフェスティバルなんかやってるの見に行ったってんとか美術館行ったってそれはまあ見ないより見た方がありがたいぐらいだけどそんなものよりほら離島やら過疎地で見たら面白くてしょうがないじゃないですかやりたいですね <laughs> そのせっかくしかもこのアートネットワークっていうこのつながりがあってまあ多分全国47都道府県のでアートプロジェクトをやってる人らがずっとつながってるっていうこの状況それこそ加藤さんが作られて15年間その朝日がこう支援してくれたっていうのがあってのなんですけどなんかそれをこう 続けるにあたってうわ姉妹いいですねどうは、うん、やりたいなうんだからまあコロナがある程度落ち着かないとあの難しい点はもちろんまだあるんですけどちょっと来年<ー>来年ぐらい種オさんちょっと種オさん筆頭にやっていただけないですか <laughs> <laughs> だからでにあの佐渡は あのアートフェスティバルやっておられますしそれから、はい、後藤は後藤でやってるして、ね、それから沖縄は、まあ、いろんな島々でやっておられるしそれから瀬戸内海ももうあのいわゆる瀬戸内芸術祭以外にもあの田野さんの,あの笠岡諸島だとか <laughs> いろいろやっておられるからまあそれは何も心配せんで、ね。 島々のそれぞれの細分化されるというよりもなんかそこでこうネットワークを使ってみんなでこう作れるものとかがあればすごくあの豊かな島作りになりそうなあもうこの時間ですねあの今日それでアートネットワークのつながりの方にズームで何人か参加してくださってるんですけどあのもしよろしければ声とか顔とか出せる方 <laughs> ぜひご参加ください。みんなで今から種男さんに島アートプロジェクトの頭になってもらうことを、ま、<laughs> 島々ね。なんとか口説き落としましょう。大体、うんうん、いいヤクザの世界だからあれは俺の島に手出すのかって <laughs> <laughs> 杉本さんはもう徳島県でもう神山アートが必要かって。 まあ島ではないですけれど、徳島という島徳島は立派な島で何。何年もやってらっしゃいます。<laughs> あ、こんにちは。あ、あこ,んんこんばんは。こんばんは。すみません、なんか、もっと早くに皆さんにと思ってたいいちょっと時間を忘れてしまってもいい。大丈夫です。きっと、朗々と聞いておりました。<laughs> 神山もいえいえいえあの<ー>ただ単にとやってますねえあれは、まあ、いいよ今年もちょっとねあのこういう状況なんで、えー、海外の作家は来れないんであ<ー>まああのリターンアーティストということでとりあえず、えー、前来た日本人の作家をもう一回。 最小へして、まあ、うん、作品を、まあ、作ってもらうっていうのと、過去の、まあ、作品をもう一回再展示をしようっていう動きでやってるんですけどね。あ<ー>まあ、うん、まあそれも予算の関係で、な,なんとかやっとかんと、<laughs> 過去がつかんっていうだけなんですけどね。うん、またあの、後藤の方へ行きたいですね。 ことはね、記載も多いし、うん、そうね、あの見るものも美味しかったし、いいですね。いいですね。ちょっとあのあのお姉さまがね、もうちょっとしっかりすれば何もいいことないんだけど、<laughs> あの今日は参加してないですね。ねねいやいや、もといあのしっかりしてきたからね。最あ、そうですか。<laughs> <laughs> <laughs> ちなみに、えっ、ー、と、今、ズームで顔を出して参加してくださってるのが、僕が大阪で、種オさんが、えー、神奈川にですか埼玉埼玉ですね。うん。あと、えっ、ー、と、宮崎からも、あと、福島県、京都府、徳島県で。すごいね。 あと,、えー、と、顔は出てないですけど、長野県と,、えー、と熊本県と秋田県ですかね、秋田県、ね、の方もだから全国バラバラなところが今、このズーム上ではなってるんですけれども、うんね、なんかこういうつながりが、しかもそれぞれが何かしらハートプロジェクトとかに携わってる人間が全国でつながってるっていう、こういう状況が。うん ありまして、これを今後どうしていけばいいのかと、いつもかのさん、うん、あの川鍋さんが言ってらっしゃるんです。ねね、こんばんは、加藤さん。あ、どう,こんばんはどうも。元気ですか。そうですか。<笑><笑>もう引きこもりでね。<laughs> そうですか。なんか一、私、うん、結構、あの。コロナ禍にもかかわらず。 絶好感ギャされてる印象がありますよ、うん、ああでもねあれはい1ヶ月半ぐらいはちょっとここのところ引きこもってますね。あやっぱりさすがに、うん。だから年寄りだからほら過去の思い出に浸るのは得意だからねすぐあの昔思い出すわけよ。昔ああだとこうだったっていう就活に入るとそういう状態だよね。<laughs> <laughs> まだまだ入らないでほしい、ねうんえー、いやいやもうね。次々つつ死ぬんだよ知り合いがだからね。どうですかあれ別に不法シリーズをやりたくてやってるんじゃないんだけど、本当に不法シリーズになるぐらい。うんあのー、まあしょうがないわね。あ <laughs> 日は我が身だか,だからしょうがないんだけど、<laughs> まあ本当に、えー、いい人みんな死んじゃうわ。 それは、じゃ、まだ、まだまだ種、種を。まあ,まあ、ま頭,頭は冴えてらっしゃるので、いやいや今のうちに、僕たちが。なんとか、タネオさんを、こぎ使って、大きなプロジェクトを生み出さなあかんなと思ってます。でも、もう、各地、あの。宮崎も、あの、流れって、あの、宮崎行った、お兄ちゃん、なんか、な、何してんのか、生きてんのか、死んでんのか。<laughs> なぜ<で>、いりわ。し <laughs> 消息は。 時あるけど、なんか、あのね、頑張ってるっていうふうな言う割にはあの、じゃあ何が生まれたわけってういや、コロナ禍ですからとかできて言うんだよ。<laughs> コロナ禍ですから。宮崎はあの国分祭をやってる最中ですからね、コロナ禍なのにいろいろ大変なんじゃないですか山森。<laughs> あんま関わってないですよね、言ってもね。うん、そんなにかかってないわけじゃないですけどでもね谷尾さんと小竹マンの話が、まあ、祭りになるっていうのがまあなんかあれ <laughs> 面白かったんですけど分かんないそれこそあの圭介さんとか、ね、杉本さんとか何ておっしゃるか分かんないですけど宮崎現代アイトとか必要ないぐらいに。 祭りがいいですねあの。特に宮崎は神楽なんですけど、うん、神楽見ちゃうとしばらくなんか別に東京行ってアート見るっていうことがバーバーしになっちゃうんですよね。うん、でルーツは宮僕宮崎ですけど、まあ、神奈川で生まれて相模原っていうどうしようもないベッドタウンで生まれて、うん、で浜松でなんか頭のおか,おかしいあの、ね、N 障害福祉 NPO の中で <laughs> いろいろやってたりとかすると、うん、感覚がいろいろ考えた結果。 よっぽど宮,なんんですか宮崎の持ってる文化とかの方が、えっと、本人たちは全く気づいてないその資源の方がよっぽど豊かに見えちゃうっていうのは、なんかすごい今感じるから、なんかあ、あんまりね、起こしたいっていう気持ちも意外とん。いいよ、それで。いいっすかね。あのー、<laughs> のんびりと。僕もクオーター宮崎人なんですよね。 四分の一宮崎謙人の血が入ってるんですよ。実は。えー、ええ。あのだから縁があるんです。ね、宮崎には、ええ、全然行ったことないからよくは知らないけど。<laughs> <laughs> あじゃあじゃあお呼びします。お呼びしますんで。お呼びしましまあこういうアート＆ネットワークで <laughs> コレクティブでこうたまにミーティングとかしてるんですけれど。 なんか宮崎ででやりたいっていうう話がよく出てるんです、うん、<laughs> そうですねコレクティブあの、まあ、去年ぐらいからずっと動いていて、まあ、な,なんとなくこう団体としてこうあの新しいこともしていこうかということで時々ミーティングをしたり昨日の夜も実はしてたりしてたんですけど、えー、でそれで、まあ、あのちょうどあの毎年ね,ねアートネットワークは月に1回集まって。 月にじゃないね、年に1回集まってみんなでワイワイするじゃないですか。うん、でそれをまあじゃあ今年どうしようか、まあ、今年度どうしようかっていう話をしている時に、まあ、そのやっぱり今までアサヒアートフェスティバルでやっていたこうそういう集まりにするとあのなかなか人もお金も大変だという話を小竹けんがしてくれて。うん なんかこうやっぱりここにみんなが集まりたがる集まりたいと思えるものをなんかやった方がいいんじゃないかっていう話をしてくれて、うん、そしたら本当になんか小竹馬がいるからかなって私はちょっと昨日の夜は思ってたんですけどなんかもう一人一芸を持ってきてなんかそこその場で何か披露するとかなんかそういうあの。 本当にまあジャストアイディアばっかりだったんだけどそういうのがちょうどあ,あ,あってまた今日もまた祭りの話になってたからなんか出ちゃうかなって思いながら今日今聞いてました私は。うん、<laughs> なんかそういう新しいあのものをなんとか作り出せたらいいなというふうにはコレクティブのメンバーでは話しています。そうですねねぜ <laughs>、はいまあ、ぜひぜひあの、ね えっと私は静岡も,実,も実は福井もそれほどよく知らないで仕事は始めたんだけど、うん、いや行ってみるともうすごいね民度は高いわ、うん、あのー、なんかこんなにいろんなことやってたんだっていうだからそれをでも上手に全体をうまくこうつなぐというか、あのー、別にそれぞれで独立しててもいいんだけど まあ多少情報交換するとかああお互いにこんなことやってるのねっていうぐらいの知り合い関係があったらもっと面白くなったんだろうなと思ってで、うん、だからあのい,いろんな発見があって、うん、あのということはこの2つの件にあるってことは他だっていっぱいあるはずなんで、うん、あのそれぞれ。 えー、ポテンシャルはだからすごいみんな高いのになんかもったいないなと、うん、でまあそんな感じなのでぜひぜひ島島島島人が島に行くっていうような, <laughs> な<か>島企画もしてみたいですよね、うん、まあぜひやっていただくと。 なんかそういうい県ごとにまあアーツカウンシルができてそういういろんな団体がななんとなくこうまあ静岡なんかはまあ私でも一回行かせていただいた時になんときに静岡県内でネットワークできてるのかなっていう印象はあったんですけどなんかこういう,まあそういうもっとそれを全国規模でつながりを欲しいって思ってくれてるんですかね、皆さんどうなんですかね <laughs>。あのー 刺激があれば、あの、そういうふうになると思いますね。うん、あの、とりあえず別に、あの、つながらなくても、やってはいけているから、うん、あの、必然性が必ずしも今のところはない。だからその必然性が見えてくると、あの、つながりが出てくるんじゃないでしょうか。うん、うん。だから、まあ逆に言うと、 僕はその福井に呼ばれたりもちろんきっかけがあって呼ばれてるんだけど静岡に呼ばれたりっていうのをあの呼んだ側の人たちはだから何なんだ何であの人が来てんのみたいな感じだね <laughs> とりあえずは <laughs> 受け取ってるんだけどそのうちうんあのまあ来て来ててもよかったよねと思ってもらえるまでにはちょっとは時間かかるけどまあ ちょっとずつなんか理解がお互いの理解が進んであの特に今はもう静岡は相当理解が進みましたか、ね、ら、うん、逆に言うといなくてもやっていけそうな感じなだな <laughs> と思ってますがだからまあそれ県の子たちが静岡でぜひ。はいええ 県のレベルとはちょっと違うけど、だから、あのいわきもちょっとね、まあ、可能性は、うん、少しはまあ出てきたから、よかったんじゃないですか。そうですね、市長が変わったので、ねの,あの文化庁のお仕事も、加藤さんとの仕事もされてた方が市長になったので。へ<ー>ね いわき市の市長が。うん、よかったね、どうかなと思って、まあ、普通の役人だからね、あのーうん、それほどめちゃくちゃ、あっ、こんなのっ流れて、ますから今一応公で <laughs> <laughs> まあ、その,あの、お役人ではあるから、まあ、固い人だけど、でも逆に言うと、固いからそのあの、理解さえしてくれるか。 えーのーいろいろとあの前へ進む可能性がありますよね。うん。まあそういう意味であのー、まあいわきはもともとあのー、伝統芸能あの郷、ー、土芸能も盛んだし、それはまあ宮崎と同じように盛んだし、で一方はあのーえー、なんなんだっけあのー、ホールね。ありそうですね。はい、えー。だから、うん、まあそれもあのー。 行政、えー、設立の文化施設としては全国的に見て稀有なまあ非常にあのいい仕事をしてきてる、えー、施設もあるし、うん、なんつったって古文住民のお姉さんもいるしいだからい,あのいいんじゃないですか、えーうん、古文書民はねいいですよあの老人ね 特にあのジジ殺しに持ってこいじゃないですかあーそうですねうん、私小文字を読みるなんて言うとねもうおじいちゃんたち大喜びだゃんね今これ読んでるんですうわ, <laughs> ね<ー>うわすごいすごいだからそれ役立ちますよはい。<あ>うんそういえば加藤さんのところにお預けしてある小文字のワークショップうん まあちょっとコロナが収まってからやりたいなってずっと思ってたんですけどまた収まっていないので、うん <laughs> ね、ちょっともうちょっとしたらぜひお願いしたいです。そうですねね、はいうん、ネットは大和あるから、ね、<laughs> なかなかねコロナでこう本当に足止めされてる感じがありますねいろいろ。うん、ねえ。うん まあ、もうちょっとなんか、あのー、アーティストたちは、斬新なアイデアを考えつくかと思ったけど、ないと、ダメだったね。<laughs> ダメだったね。なんつったら怒れるけど。えー、<laughs> ああ、こたけまん、ちょっと頑張らないとダメだよ。あのー、アーティスト。こたって前も <laughs> 真っ黒になってません。どうしたんだろう。うん、消えちゃった。 固固まってる固まっっててるるのかなああちょっとあれだよ、あのー、YouTube の設定時間が終わったんじゃないのああ、1時間とかですかそ、うん、うなのか。ね、よく今、ちょっと抜けましたね、こたけ漫画。うん、本当だポストがすぎすぎになってるみたいですよ。 じゃあ今日はそういうわけで、<laughs> そうです、ね、ちょっと <laughs> ちょっとあの本人いらっしゃらない、どうなんですけど、どはい、なんかあのこさいこぺこれ YouTube どうしたら止まるんだろう、止まらな止められないのかな、なんかさっき宿泊して,て、あ最初ですか、うん頑張ってましたよ、あそうなんだ。 まあ、ちょっと、あ、なんか来てるかな、まあ、ちょっと違いますね。宮田さん。なんか、せっかくもし、また録画されるって書いてきた。レコードの人。すみません。なんか。落ちた。 YouTube をそろそろ終了しましょう。はい、もう YouTube、あっ、そうですね。<laughs> なんか Wi-Fi がおかしくて、切れてしまいました。ああ、そうなんいやー、こういうことではい。<laughs> 最後、何をしゃべったかも分からずですけれど、<laughs> YouTube をじゃあ。<laughs> また次回もやるんですよね、お これからそうですね、そういうことをそうですね、続けていきたいと思います。ほんで、また、えー、と誰もがあったことない人とかも一緒にこう話したりとか、そういうのがしたいですね。ぜひぜひね、はいはい、じゃあとりあえずをここで